姉さんに勝つとはすごいやつだぜ。でしょう。前回はスパイクタウンで7つ目のチームを倒してチームバッジをゲットしました。無事にね、ここのシャッターも開きまして、ナックルシティに戻ってってことだったので、ナックルシティに戻ります。どうしたの？揺れている。揺れに合わせて自分も揺れたら、いやー無意味ですな。なんか大きな揺れが起こったみたいで、あれ、なんか見物客がたくさん、なんかダンデさんがなんとかするって言ってたんだけど、あれ通れない、通れない。あ、通れた通れた。赤い光なんかあったみたいです。お、ポップじゃん。どうした、何が起きたか知ってるのか。なんかダンデさんが行くって。そうだよ、兄貴なんだよ。シュゴッと音がしただろ。赤い光が湧いてきてさ、近くにいて野生のポケモンがなんと大爆発したんだよ。マジで。ほらニュースを見てみろ。ほんまや、大爆発したニャースが倒れてる。ほら兄貴だぞ、最強にかっこいいよな。暴れるダイマックスポケモンを兄貴とリザードンってあっという間に沈めたんだ。兄貴の強さ改めて分かった。よし、ウサピョイ兄貴に会うぞ。ナックルスタジアムに急ごうぜ。いや、なんとかするって言ってたから行かんでええんじゃん。まあ追いかけるか。待ってよ。よし、自転車で。え、急に。よし、待って合わせお願いします。ジェントルメン。もうかっこいい。前回はポチャンが大活躍でね。お疲れサイン。引き続きポチャンを使っていきたい。いやー、なんで。マジかー。にゃーん。いや、今回は違うメンバーもちょっと入れてきたんですけど、豊臣あだを打って、ダメ押し。よし、効果抜群だ。藤切り。よし、倒せた。いや、急に仕掛けてきたな。投げつけたり、そのまま戦うか。投げつけたりを出してきた。ダメ押し。お、ジェントルメン。うわー、やばいよ。効かない。顔あらわりは絶対にタックル。いやー、やばい。自分もダメージ受けるけどみたいなやつか。うー、厳しい。ポケモンチェンジ。グッド使ってみようかな。任せた。もうお見通しだ。痛い、それ痛い。いや、一発だ。なんてこと。許せない、許せない。キバピョイに旗を取ってもらいます。いや、その前に元気なかけらで、どっちにしよう。グッドかな。
ヒバ病院にマジで
頑張ってもらうために回復します。ありがとう、ミー。念には念を入れて、グッド。よし、やめてー、ちょっと直したとこから吸わないの。流星群、やだー、吸わないで。ゼロだ、うそモール。いろんな仲間を。仲間全員分だ。倒した。長かった。なになに？悪か。覚えた。いや、なんとか勝ちましたよ。いや、強かったジェントルマン。待って、この先もしかして普通にあれ、あー、すんなり行かせてもらえないようですね。よーし、進むか。お、あれ、戦う人じゃないの。あ、戦う人じゃなかった。もう戦ったのか。この方は、あれ、戦ったのか。あれ、あ、ここってもしかして、そういうことか。なんかちっちゃいのいる、かわいい。何これ、ちょっとぶつかっていい。あれ、あれ、ちっちゃいのいなかった。なんか、なになに、あ、かわいい、モルペコじゃん、欲しい。お姉さんのところに行きます。ナックルシティに来たけど、どこに行けばいいのかな。こっち、あ、いた。おい、こっちだぞ。あ、ウソピョンじゃん。さすがダンディ君とバードなのリザード。ダイマックスポケモンも一瞬で沈めたそうね。俺は無敵のチャンピオンだ。それより何が起きたんだ。赤い光が溢れて、パワースポット以外ポケモンがダイマックスしちゃったんだよ。なんで？わからない、何が起きているのか。もしかしたらまた赤い光が溢れ出すかわからないんだよ。それを予測するのも優れた研究家ですよ。おばあ様、委員長に呼び出されてね。
ダイマックスとの因果関係をあれこれ聞かれたのですよ。何か判明したことは？さあ、委員長はエネルギーは大事だからと秘書に任せっきりでしてね。データが足りないのですよ。だからソニア、あなたも調べなさい。だってブラックナイトのことを誰よりも調べているのでしょう。赤い光が最悪かもってこと？それは最悪。なあ、俺たちにもできることあるかな。手伝う。サンキュー、君らの気持ちはありがたく受け取るぜ。だが俺の願いは最高の決勝戦なんだ。え、できる？この状況で決勝戦。俺が未来を守るか、ジムチャレンジャー勝ち上がってくれ。分かった。なんたって兄貴は無敵のチャンピオンだもんな。ラジャー、おばあさま、気になることがあります。手伝ってくれますよね？もちろんですとも。何やらいろいろ動いてますね。じゃあな、君たちにチャンピオンカップで会うためジムチャレンジクリアしろよ。はーい、俺もやれることをやる。ネズさんに勝ってみせる。あ、まだやったんや。いってらっしゃい。さぴょい、お前はナックルスタジアムだろ。うん、キマナさんはガチで強いぞ。マジか、気合い入れてくわ。おー、で私はどうしたらいいの。どうしよっか。とりあえずおしゃれでもする。久々のおしゃれタイムです。